こんにちは、億万長者合宿の動画をご覧の皆様、そして吉谷さん。今回もですね、リスクヘッジっていうテーマでお届けしていただいたんですけども、私もそれをね、すごく意識していて、今日は2つお話ししましょう。1つはですね、会社を所有するといいますか、ビジネスを所有するという概念です。これは2011年に、与田翼さんの無料動画を見て、あ、そういう概念があるんだって知ったんですよ。でも私はそれが、まだね、その時はそういう概念があるのは知ってたけども、自分でそれをね、実行はできなかったです。あまりにも差がありすぎたんで。私はどういうことかっていうと、会社に所有されてる人間だったです。自分で経営してる会社の自分は代表取締役というね、従業員だったんですよ。で、他のスタッフさんもいらっしゃって、取引先もあって、自分一人が右に左に決断できなかったんですよ。全体の決断を決裁するというね、許可するって立場だったんで、結局はね、民主主義だったんですよ、うん、で、それは組織である以上、ある程度民主主義にならなければ、やっぱ従業員さんのね、モチベーションにもよりますし、取引先の利害関係もありますんで、不自由だったんですよね。で、こういうことを多分ね、多くの従業員さん、社員さん、会社員さんが感じてらっしゃると思うんですよ。自分はこう思うのに、会社の風土がそれを許さないとかね、全体の雰囲気が自分の考えに調和しないとか、上司が石頭だとか、部下が言うこと聞かないっていうことで、自分の意にそぐわないような決断とか行動をしなければならないのが会社という組織なんですよ。だから会社に全員所有されてるんですよ。なぜなら会社っていうのは株主のものだからですよね。株主は会社の外にいますから、まあ、そういったことでね、会社に所有されてる状態っていうのは非常に危ないなと思うんですよ。今こういう状況でも、東京や大阪の方って満員電車で会社に通勤せざるを得ないですよね。もちろん仕事によっては絶対に通勤しなければならないようなね、インフラの仕事とか通信の仕事とかあると思いますけども、例えば店舗の仕事とかね、あと何ですかね、今じゃなくてもいいような仕事ってあると思うんですよ、そういうのに行かざるを得ないとかいうこともあったりするんじゃないかなと思うんですよ。で、ここでですね、どういう概念を私が持ったかというと、会社を所有するという概念です。自分の体の中に会社があって、お金が欲しいときはそれを発動させるって形ですよね。で、今ここに私はネットワークビジネスという会社を持っていますんで、ネットワークビジネスの構築をして、で、自分一人の決断でいいんですよ。誰の言うことも聞く必要ないです。で、こっちには自分の経営してる会社が何社かあって、その会社は一人しかいない、私しかいないんで、決断したときに行動がすぐできるということで、タイムラグがないんですよね。ミスっても別に怒られることがないんで、誰の目も気にしなくていいという形でございます。まあ一つはね、こういう考えです。会社を所有するという概念、ビジネスを所有するという概念を今私はフルに使ってるってことですね。これが一つのリスクヘッジになります。本当にね、この部屋から出ずに年収ね、何千万と稼げるわけですから、本当不思議ですよね。私がね、出勤してでも年収何千万っていうのは10人がかりでやっとでしたね。今はね、そういう従業員さんがいない方が稼げるし、粗利も高いと。で、困りが効きますんで、こういう時に、例えばこういう時に従業員さんが抱えてらっしゃったら、従業員さんに指示を出さないといけないですよね。自宅待機とか解雇とか、そんな感じです。今私は誰の従業員のことも考えなくていいんで、本当に自由です。で、ある意味ね、人を雇うっていうのは、言い方ひどいんですけども、バカを騙してるってことだと思うんですよ。いや、私はそう思うんですよね。人を雇うっていうことは、その人の人生を本当にね、無駄にさしてると思うんですよ、人を使うっていうのは。っていうことは、従業員さんを使って、その従業員さんを豊かにしようっていう考えなんてあんまりなくって、会社とか自分の人生を豊かにするために従業員を使ってるって考えですよね。なんで従業員に教育を施すかっていうと、従業員さんの人生を豊かにしようっていう気持ちもありますけども、大部分は教育して効率よく同じ時間で高いパフォーマンスで動いてもらわないと、こっちが儲からないっていう勝手な都合なんですよ。まあ、ですので、私はね、人を雇うことは、ある意味ね、バカを騙してるんじゃないかなと思ってるんですよ。ですから私はもう一生人を雇うことはないと思います。じゃあもう一つの概念です。それはですね、グローバリズムではなくてローカリズムという考え方です。グローバリズムっていうのは、世界中あちこちでつながって、いろんなビジネスとか人の交易とか情報のね、流通を盛んにしようっていう考え方で、多くの方がこれに反対しなかったと思うんですけども、私はね、待てよと思ったんですよ。たった一人で田舎にこもって誰とも付き合わずに、今稼げる時代じゃないの、生きていける時代じゃないのって思ったんですよ。これがローカリズムです。ローカル、要するに田舎に行くってことなんですよ。それは精神的にも肉体的にも金銭的にも情報的にもローカルになるってことです。まさに隠居ですよね。
社会のことが分かんなくなった方がいいんですよ。自分のことがよく分かるようになるんですよ。なぜなら社会に合わせなくていいからなんですよね。もちろん全部合わせないわけではありません。やっぱり一通りのことは合わせますけども、だからといってね、世間の目を気にして何かをするとか、テレビを見ていないとトレンドを知らないと人と付き合えないってことは全くありません。どちらかというと田舎はですね、30年前とか50年前の思い出話ができればいいんですよ。ね、ローカルでしょ。時間的にもローカルですよね。ものすごく取り残されたことがものすごく強みになっているということでございます。当然経費はかかりませんね。すごく経費がかかりにくいです。まあ、とはいっても私はしっかり経費かける方なんで、無理のない単位でですね、しっかりと経費かけさせていただいております。まあ、いろいろとお話しましたけども、最大のリスクヘッジってこの2つだと思うんですよ。ビジネスを所有するってことと、ローカリズムってことです。この2つを私は今できていてよかったなと思います。うん、で、今ね、世界中大変な騒ぎがありますよね。一箇所でウーファンで起きた事件が世界中を苦しめているというふうな構図だと思います。これはね、グローバリズムの本当にデメリットなんですよね。これ予言されていたんですよ、ずっと。グローバリズムっていうのは、一箇所で起きた事態が全体に影響を及ぼすから、即全滅ってことがありえるよ。それがグローバリズムだよ、と。そういう時には、社会と離れた離れ小島、無人島みたいなところが、結局は生き残っていくんだ、みたいなことだったですよね。私はね、ローカリズムっていうのを今でこそ、ローカリズムってこういうことなんだっていうふうに思ってますね。うん、無人島ですよ、私たち。私も吉谷さんも。あとは、どちらを選ぶかってことです。今、圧倒的に億万長者になろうと思ったら、高いお金を稼ごうと思ったら、一人になった方がいいです。孤立した方がいいです。孤立した方がよく稼げます。群れた方ができません。そういう時代なんだと思います。いってらっしゃい。